スタートライン上では向かい風が続いていいてますこの向かい風強くなったり弱くなったりという後半の水面状況この時間帯もその向かい風変わりません第11レーススナッチ選抜対戦の6名が登場しています交差争いゆっくりとした動きで目立った動きありません枠なりの体勢で2マーク確定近づいていきます 内枠の2人が今日連勝をかけての登場です1コースが1番の高浜義久前半戦はゼロ台スタートから2コースからまくって勝っています1番高浜1コースそして2コースには2番の松田隆前半逃げて勝ちました2番の松田一方センター制はここまで高モーター生かしきれずという展開3コースには3番の板田西劇4コースから市は4番の田中健太郎です 5コースには前半戦3着とシリーズ初の連絡みでした地元・上野の佐藤俊介さらにパワーを生かしていきたいところそして6コースはここチルト0.5と上げてきています6番の馬光弘です11レースのスナッチ選抜弱い向かい風のスタートライン上です新入体はインコースから1番2番3番4番5番6番2 3 4 5 6です。 スタートしましまたトップスタートは2コースから2番の松田朝がありません、1コース1番の高浜さあここはまずは先頭を取る1番の高浜逃げてまくり仕掛けるのは3番、板谷ですが、届きません、内をつく2番松田4番、田中の差しも届かず逃げました、1番の高浜です。 スタートは前提正常でした、指しての2番タラスイは内側から4番田中、1一定ーほどリードを取ります、そして2番の松田のうち伸びてきたのは5番の佐藤、さあここは2番手、あるいは3番タラスイで2幕、当を回って、ここは4番の田中、かわすも今度は1番打ちとらえて2番の松田ですが、2番手は4番の田中、2点シーンほどリードを取ります。 上位算定は1番、4番、2番3番手、2番松田のリードもまだ2点心というところ4番手に5番の佐藤後ろから打ちをつく3番、板谷6番の辰馬最高峰2周目、バックスレッチに移ります。 先頭1番の高浜は独走になりました一方2番手は4番、田中の内ここでぐぐっと2番の松田差を詰めてその差、一定審までさあ2番手届くところまで来たか内から並びかける2番の松田2周2クの仙回。内から2番の松田ここは狙い進まして差しに入る4番の田中田中の差しが内から入ってきましたが2番手ほぼ並んだ状況離れて4番手に5番の佐藤レースは最終周回 インコースに4番の田中、アウトコース2番の松田と並んでいます、最後の1マークです、ここは内から4番の田中先頭を取る、差しが前は2番の松田、内が突っ込んで5番の佐藤、ここで2番手は4番田中抜け出しました、差し届かず2番の松田は3番手、後ろここで4番手が大きく差がついています、2番、タラスイ、4番、田中、リードは2手伸です、3連単1番、4番、2番の組み合わせでは23.1倍ノッツ、最終ターンマーク。 2番手は4番の田中、内を突いた2番の松田は届きません。先頭は1番高浜ゴールイン。4番田中ゴールイン、2番松田ゴールイン。5番6番の順でゴールイン。3番板田にゴールイン。